はい、こんにちは。今日は6月7日締め切りの5、6年生の課題です。講室です。こちらですね、書道展覧会に出品し入賞通知に私の心は明るくなったと、こちらの文章を書いていきます。これは結構上から下までね、前よりは少し文字数が増えたのかなと思いますけど、それでも結構大きめに書けますので、まだまだ始まりとしてね、はい、今のうちにちょっとねこの行に慣れていきたいところです。新5年生はね、じゃあちょっと拡大しながらね書いていきましょうか。ちょっと今日いつもの場所と違うところでなので、なんとなくちょっとね、どうかな、このくらいで大丈夫かな。はい、では書道展覧会ですけれども、よいしょ。今回のお手本はこういうふうに縦に線をね引いてみました。まあこちらに線がないので何とも言えないですけど、こう実際は書かないですよ、書かないですけど、こういうふうに自分の中であるものだっていうふうにしながらね、思いながらもそっくりに書こうとしてください。でその時に折りながらねやるんですよ。めんどくさいからとか思って折らずにやるとかないようにしましょう。これね合わせれば確実に入りますから、下がね合わせないで書いてると入らなくなっちゃうってことがねよくあります。そうすると結局全部消して書き直しとかってなるので、そういうことのないようにね皆さん注意してください。はい、それでは書きます。こういうところをよく見ましょうか。こう入ったらキュッと少し下ろすように、ここをね落ちてくるような感じです。でここからキュッと短いですけどかなり内側に入ってます。これ書くという字です。横はかなり結構ありますよね。で縦のラインっていうのはもういっぱいこういう風にね横線が入るので、ここ短くしておいて、これさらに長くギュッと、ここが一番長くなる部分ですね。で結構線がこう横線いっぱいあるとね、横画どれが一番長いのかっていうのがあまり明確ではないと綺麗じゃないので、ここが一番目立つところで、まあ、次はどこかって言ったらここなんですけど、そんなにね長くしなくても大丈夫です。1,2 この2画目長くして 3,4,5 ですね。で6、ここしっかりね、こういう起筆しっかりめにしましょう。でまあだから長さとしたらここはこのぐらい、まあ他のところよりは長いけど、この一番長いところに比べたらまあ全然短いですよね。このぐらいな感じで、下の火を描く時もこうキュッキュッと締まるような火です。寸胴ではなくて締まる火にしましょう。で幅としてはここよりも出ない、この長さよりも出っ張らないように、この下から入ったとしてもキュッと内側へこういうラインで持ってくるので、そこよりは出ませんね。こちらもキュです。同じぐらいキュッキュッと締めるように。で真ん中で、細かいこと言うようですけど、この火の場合はこちら縦のラインですね、このラインが少し出っ張っていいところなので、こういう感じで出ていいんです。ちょっと復習ね、口っていう字はこっちですよ、こっち横が出るってことは、結ぶ前の形としたら小さくて分かりづらいかもしれないけど、ここね短いですよね、こっちが長いですよね。火の場合はこうしたらこちらが長くなってるはず、ちょっとだけ、こういう違いがあるってことですよ、これとこれの違いね。そういうところを基本ですので頭に入れておいてください。これは毛筆でも一緒です。
そこからです。どうを書き始めるとき、どういうふうにね、持っていけばいいかっていうと、新入の字っていうのは結構皆さんこうね、右に始め、この辺から書き出そうとするんですけど、意外と真ん中に寄ってます。こっからこう、こうですね、首という字を書きます。で、点を打って離すんです。ここね、しっかり離しといて、上がって内側に入ってスッと横へ抜くんです。横です、これね。で、ギュッと下がる、そして上がる。この下がって上がってっていう、これができるとかっこいいとこでもあるので、はい、隣にじゃあちょっと新行の復習です。このラインの上に持っていきますね。点書いたらギュッと上がって、こう来たらギュッと入って、こうですね。っていうことは、ここよりもこちらがこういうふうに斜めに内側に入るってことです。そう、はい、書道展覧会、難しいですよね、展覧会ね。多い間違いとしては、これをね、書くときにすごくこう横長に大きく書いてしまうと、字全体がすごく大きくなっちゃうので、意外とコンパクトですね。で、ギュッとしといて、こう左しっかり出しますね。で、この左の払い、これとこれね、こちら側のこういう出っ張り、この斜めのラインのこれね、これで三角形を作るようなイメージで、で、そして中身こうやって作っていくんですけど、ってことは中身があんまり小さくてこじんまりで、ここから出ないようだとダメなんですよ。出てください、広がりますのでね。キュッキュッキュッときたら、こちらをこうしといて、はい、こうして、これね、あんまり反り返らないで、こうやって書く子も結構多いんですけど、これよりも膨らむぐらいで、ここの羽は大きくていい、大きい羽、それとこっちからギュッと持ってきて、ここが噛み合わない方がいいです。これガッチンコっていう感じじゃない方がいい。こういう風に合っちゃうとなんか変なんですよ。ほら、手つないでるみたいになっちゃって、そこをなんかドスンみたいなやっても綺麗じゃないので、ここが噛み合わない方がよくて、ここからストーンって下ろしてくる。で、こちらの払いをね、大きく出したこの払いが、ここにね、斜めのラインが持ってこれるような感じ、そうするとね、綺麗ですよ。書道展覧、習ってないかな、5年生習ってないですね。6年生もかな、もしかしたら。これ真という字がここに来てます。真ん中こうあったとしたら、小さく書きます。これ1,2,3,4,5,6,7 っていう風にしますね。で、右側は上からちょっと来るように、で、同じ位置じゃないですね。少しこちら、やっぱりこういう風に上がっていきたいとこです。こういう風に、なぜかっていうと、下に来るその字も全部が右上がりになるので、同じラインに持ってくるとぶつかりますので、こういう風に持ってきて、ここですね。で、縦長にやっぱり大きい字、大きくなります、この字はね。で、こうして内側に来といて、あまり縦のラインを強調しないように、こうやってやると、ほら、足すっごい長くなっちゃうんですよね。だから、これはこの払いの角度、初めからもうよいしょって左側にね、行くようにしてください。ちょっと今日ここ狭いんですよ。展覧会、会です。漢字がこんなに 1,2,3,4,5 個もつながってますね。展覧会、会という字のこの、これね、初めのこの傘のようになってる、これはもう大きくして中にこう入れるようなイメージでいいです。傘の下にいるようなイメージで。だけど、ここはね、開けといてください。ここまでこう上に持ってきちゃダメですよ。このぐらいしっかりしといて、なんとなくこういうイメージになるように、で、ここにも隙間があってっていう、こういう感じですね。
はい、やっとひらがな、安心しますね、ひらがながあると。書道展覧会に、あ、そうだ、これふりがながついてたらふりがなもね書きます。その時にひらがなの方が実はちょっと初め今ね連綿までいかないけど、ちょっとつなげたような感じ、手からねちょっと見ててください。手を書いて、手の終わりからここからすぐにこうに来るんです。ちょっと大きく書きましょうか。ちょっと狭いか、ここに書きますよ。手って書いたらそこから運に入れるような近いところから入るんです。天蘭、蘭もそうですよ、ラからの運、こういう感じ でそれがだん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 つながるようなイメージですよね。気脈といいます、そういうつながり、実際に線と線でつながってなくてもつながりが見えるような状態です。それがだんだん意識できるといいですね。はい、出品し出るという字、真ん中中央のこの線の上、こういうところはね曲がらないようにしっかりやりましょう。で、頭がこういうふうに出てあげられるように、次の角の位置は上ではなくてちょっと下げ目な感じにこう持ってきてあげて、そうするとね安心感があります。なんとなく上に行くと息が詰まりそうですよね。で、意外とここはね短いんですよ。ほらここね短いでしょ、こっちの方が広くてこっち短いんです。で、これもしっかり入れたらこんな感じでいいです。浅いんですよ結構ね、深さがなんかねちょっと違うような感じで、品という字もう見てお分かりの通り大きさが全然違いますね。同じ口が3つなんですけど、よく見ると形大きさも違います。先ほどのこれですよね、基本となるこの形、1、2、三角目横が出るこの口です。これが3つありますが、こちらはあまり出さない方がいいです。なぜなら左と右があった場合、右の方を優先して書きますね、大きく書きたい。で、そういった時にこちら、飛び出してしまうとぶつかりますので、こういう小さな空間もね大事にしましょう。こういう小さい字なので、その中でもっとこの小さい字じゃないですか、3等分じゃないんですけどね。で、そうした時には本当に細かなところまで気を使うようにしたいので、あ、シャーペンですけどちょっとねこうですよね、こうしといて、行書になったりするとこっからこういう風にこうこんな動き方をするような感じです。細かいところだからあんまり出さない方がいいです。このここはね、でこっちはね出していいですよ。はい、では次ですよ。入賞通知にここですね。で、これ下がね結構これもぎっちりだったので、あ、一つ忘れてる、出品しだね、しがなかった、し、入賞通知に、そう、入るっていう字ね分かりづらいかな、真ん中の線、真ん中に線があるといいんですけどね、まあ本番用紙なのでしょうがないです。真ん中から入るようなイメージでこうで、ここからこういう風に入るようにストーン、ここのつながりが少し見えるような感じがいいです。あとはこの一画目のこの払いっていうのはどっか行っちゃいけないんですよ。シャーって下行っちゃうとこっちまで来れないので、最後の最後上に上がってくるような感じの払い方、こう来たら上にこういう感じ、こういう感じで来てこういう風に、ここもねなんとなく下からもらったよっていうのが分かりますよね。
はい、小です。ちょっとこれ中心がずれてるように見えるけど真ん中です。小、1画目があって2画目ちょんちょんっていうのがあったらこれ立てます。必ず立てて、で立てる時に、あ、なんで立てるかって言ったらここに隙間が欲しいからね。これ寝かせちゃうとどうしてもそれを潰しちゃうので、立てて跳ねる、上に跳ねたらここへ来る、こう3点の関係で言ったら一番頂点ここで、なんかこういうラインが持ってこれるような感じ、 1,2,3 でしょ。でそこからこのね冠みたいな、こういうのってこれが幅が大きいと G 全体が大きくなっちゃう、なりすぎちゃうんですよ。だからここ横にどのくらい幅を開けたいかっていうのを先に考えとくといいです。ほらここ上の字がこの辺で終わってるんだから、まあ、下の字だってこの辺で終わりたいじゃんっていう、そういう感じで大丈夫です。 1,2,3,4 でその時もこれ毛筆と一緒で力の入れ方ですよね。ドンギュッてやる、こういう線なのか、それとも優しくから入ってギューってきて下が太くなるようなこの線なのかって全然違うので、あの鉛筆とかだと分かりづらいんですけど、先生が書いたのが分かるかな。上が細くて下が太いです。そういう線にします。優しく入れてギュッとしていく。そしてふっくらさせといて、ちょっと肩落とすようにしといて跳ねる。これのポイントとしたら、今肩を落としてって言ったのはなぜかっていうと、ここに隙間が欲しいからね。小さな隙間でいいんですよ。これ何も考えないでただ跳ねるとこういう風になりますよね。あ、見えてない、見えてない。もう一回書きます。これね、 1,2,3,4,5、お、ほら、ここが狭くなりやすいんですよ。ここがね、ほら狭くなったでしょこれ。そうではなくて、こう来てちょっと落としてあげることで跳ねた時にここに隙間ができやすい。でこういう風にできるといいですね。ここそう、そしたら今回は口たくさんです。いや、漢字って口ね、口とか火とかの組み合わせがすごく多いじゃないですか。だから線にこだわっていかないと結局うまく書けないわけですよ。こういうところとかもうこの大きさで書こうと思ったら、一つ一つの幅ってすごい狭いですよね。こういうところ、こういうところね。ねえ、少しだから鉛筆の芯をちょっと細めにするとか、自分なりに考えて調整するといいかな。もちろん強さが違います。縦のラインっていうのは邪魔されないので結構強めに書いてますよ。で横はこうやってぶつかりそうになるところっていうのはやっぱり優しく、こういう風にね、優しくすれば細く書けますから。で回し方とかもね、やっぱこう出てる面、これね、出てる面によって違うじゃないですか。こう転がしながら書いてたとしてもちょっとずつ違いますよね。なんかそういうところですよね。で最後のこの 1,2 ってこの歯みたいなのは本当にこういう風に本当歯の字ですよね。スキーとかでよくやりません？私も全然やってないですけど、止まる時のあれですよ、足のハの字ですよね。すっごいこう角度をつけると止まるみたいな、ああいう感じにギュッとねやってください。縦にねならないようにね、足が長くなりすぎちゃうから、こうやってやってもダメですよ、かっこ悪い。はい、次通知です。まって書いてますけど、ここふっくらとさせて、先ほどのこういう隙間ができるのと一緒、ここ映ってるね、映ってる。そう、それでそこからこういうふうに少し内側に向かうといいかな。やや柔らかい曲線にしてあげて、こちらも上もふっくらちょっとしてあげて、こ
こうしっかりとこういう風に少しこう構成って言うんですよ。こういう内側を向いてることを構成と言いますけど、こんな感じに持ってくると優しくていいですね。でこうしてこうしてこうですね。でさっきのあれです、ドン打ったらここを開けてあげるようにして、下からギュで内側へギュで横へ払うようにして入れ替えてストン、こんな感じです。はい、知るという字です。次、通知の知、真ん中に線があったら、こうですね、ギュッギュッときます。その時にこの2画目よりも左から出ますよ。左から出ます。これこういうラインで持ってきたいな。でこうまっすぐ来て急カーブするように、でここからチョン、このチョンってやるこれの角度も意外とね大事ですよ。しっかり左に合わせて右の角度、そうバランス取れる角度、左の払いによってこの右の必要な角度っていうのが変わってきますから、ただ単にどっちかだけができてるっていうんじゃダメなんですよ。左がもしも縦下に行っちゃったんだったら、これもちょっと下目にやんないとちょっとバランス取れないですよね。だからいつも左があっての右だっていうところは押さえておいてください。でこちらに口、はい、また来ました、口ここですね。でこういうところは上下が開く字です。作りね、いつもほらいつもって言わないけど、左右でこう同じものがあったりとか、まあまあ左右でできてる字っていうのは右側が高くなるとかってよく言ったりしますけど、この字に関してはこう上下が開きます。はい、2ですね。ひらがな小さめに書きます。で私の心はそうそう、私という字のこののぎ辺です。のぎ辺、皆さんちょっと間違いやすいのは1画目が左に来ちゃうんですよ。1画目から左に来てるわけではなくて、中心線よりも左ではあるんですけど、意外と中心線に寄ってますよね。こうです、左に違う、真ん中寄りから左に来て、2画目がこれの先にこういう風に来るような感じ。一番左側出っ張りたいのはこの2画目ですね。ちょっと大きくなっちゃった気がする、入るかな。で気づいたら調整をねしましょうね。今ちょっと頭が大きくなったようなイメージですけど、まあでも狭いよりはいいです。ここにはしっかり空間を空けた方がいいので、でもこれぐらい本当はねこのぐらいに収めたかったんですよ。今ちょっと変な体勢で書いちゃった。ここちょっとね広すぎるかなって思いますけど、その分足ちょっと短くしてみました。なんかちょっと間違えた時とかああとか思わないで、それにはどうにしたらバランスが取れるかなっていう、そういう修正をする力みたいな、途中で乱さないでね消すっていうことを考えるんじゃなくて、そのまんまどうにか活かせないかなっていうふうに考えることも大事だと思います。でなんとなくほらどうにかなるんですよ。最後修正の仕方とかいろいろ覚えていくと、はい、いいですね。自分のためになります、そういうのね。でそうそう、結局は本番用紙って一発で書かなきゃ、結局それがね力となりますので、学校でもやっぱりねもらえる紙の枚数って限られてると思うので、そうやって力をつけていきましょう。で心が難しいかなって思います。点が多い字って難しいんですよ。ちょっとどこかにこの辺がいいか。
まずは中心線があったとして一画目どこから入るかって言ったら左ですよね。でその時の点もこういうふっくらしたこっち向きの動きです。こちらからこうに来てだんだん強くなる、だんだん強くなる、弱いとこからね、これね、こう来てこの辺からです。次一画目の右やや上あたりから優しくから、でもふにゃふにゃじゃないですけど、をちょっと置いたぐらいからこういう風に来て、下のラインを揃えるように、ここ揃えるようにこうやってカーブしてきて少し上がったらいいです。ここここを上げた状態で止まります。止まって跳ねる方向としたら内側へ大きく、ここ何度ぐらい分かんないけど何度ぐらいですかね、こう来てグワーンっていきたいんですよ。こっちに向かってこう、こう内側に向かって跳ねる。で跳ねた先から点、そしてもう一個点、一番大きいのはこの最後の点です。で1個目の点はまずここがしっかり空いてれば OK ですね。1画目2画目こう斜めのラインができてますね。で3画目、あ3画目じゃない1233画目これで4画目これ、こことここの流れは必ず、それからここと羽からのこれの流れも必ずね、気脈が乱れないような感じがいいですね。はい、で心はです、やっぱりちょっとね大きくなりすぎちゃったかなって感じです。は明日じゃない、明るくなった、明るいっていう字ですね。火を書いて月を書く字ですけど、こう月はねまっすぐ下ろしてきて左でこうです、こう来といてトーンと明るく、はい、ルは真ん中の線に乗っけるようにギュルクなった。そう、ひらがな連続のところはなるべく最後のルーって書きましたね。ここまずね、ルーってこうに来て見えないけどここ次のクにつながってますよ。こうやってクにつながってクからもこういう波線が見えるようだといいな、もうこうに来といてこうなってツーですよね、ツーたは次こっちっていう道がなんとなくこう見えるように書いてください。初めは難しいんですけど、そうに慣れていきましょう。はい、6年生でいきましょうか。小です、小学校の小、ここねもう5、6年生は分かってると思うんですけど、ギュッて入ってからこうね一応ね言っときます。小6、ちょんちょん左側に、かなり左側にこうですよ。先ほどのはってね話と一緒ですね。はい、ちょっと長くなっちゃったかな。はい、じゃあね頑張りましょう。ちょっとすごいぐちゃぐちゃしてるけど見直してみてくださいね。はい、では失礼します。